おおはようのお話「少年とぬいぐるみ」「地面に落ちた男の子の体はふわっとしたものに受け止められました」「そっと目を開けるとそこにはどこからついてきたのかあのぬいぐるみが 男の子を守るように下敷きになっていました男の子はぬいぐるみがずっと自分を見守ってくれていたんだなと思いましたぬいぐるみを家に連れて帰ってきれいにしてあげたあと男の子はぬいぐるみを力いっぱい抱きしめました 「ありがとう」「その夜もいつものようにぬいぐるみにおやすみを言ってベッドで一緒に眠ります」「それから次の日の朝、目が覚めてもその次の日もぬいぐるみが動くことはありませんでした」 それから何年かの時間が過ぎて男の子にも妹ができました男の子にそっくりなかわいい赤ちゃんですある晩ベッドで眠る小さな妹のそばにやってきた男の子はそっと プレゼントの箱を取り出しましたプレゼントの中身は少しへんてこなあのぬいぐるみでした妹と仲良くしてあげてね小さな妹が 外の世界へ旅立っていくまで寂しくないようにと願いのこもったぬいぐるみはすやすやと眠る赤ちゃんの隣でうれしそうに笑って見えました。